も日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日1時頃に新たなライセンスが追加ということがね、情報解禁されました。こちらですね、バイエルンが復活を、ということになりました。ということでですね、こちらのライセンスちょっと見ていきたいなと思いますが、プレイヤーズ、アンバサダーのニャブリ選手をはじめ11名の選手がリアルフェイスで搭載ということでですね、ニャブリ選手がアンバサダーに、就任しました。そしてですね、この11人の選手こちらになりますね。ノイア、チアゴ、ゴレツカ、そしてズーレ、ハビマルティネス、ニャブリ、ミューラー、ウルライヒ、ダビドアラバ、コマンニ、キミヒと。この11人のね、顔がリアルフェイスになったということはありますけども、まあ、コマンだったり、ニャブリ、ここら辺激アツなんじゃないかなと思いますし、あとは、搭載になってたハビマルティネスもね、復活しましたね。ここら辺も激アツなんじゃないかなと思いますけれども、続きまして、レジェンドですね。4年連続で欧州最優秀ゴールキーパーの栄誉を獲得し、FC バイエルンのゴールマウスを長きにわたって守り続けた守護神、オリバー・カーンもマイクラブに登場ということで、まあ、カーンはですね、以前から、マイクラブに登場しておりましたけれども、こちらもね、引き続きマイクラブに登場するという形になっておりますね。ということで、ラストですけども、スタジアムですね。試合に合わせて色を変えて美しく光り輝くデザインが特徴的なホームスタジアムアリアンズアレーナを外観に至るまで再現し搭載ということで、いや、アリアンズアレーナでね、しっかり試合やっていけるっていうのはね、ありがたいかなと、思いますけども、激アツですよね。ということで、自分の方でもですね、バイエルンスカット組んでみました。こんな感じになりましたね。まあ、意外と選手がいてね、びっくりしたんですけども、ですね、まあ、ここにハビマルティネスだったり、コマン、ニャブリ、ここら辺入れれるのはありがたいかなというところと、あとはレジェンドでね、ロッペンだったり、リベリー、ここら辺が来たらね、かなり激アツになるんじゃないかなとも思いますけども、さらに2020のね、FP 情報がまだ解禁されていないので、FP がね、来るかどうかもまだわからないんですけども、FP できたらかなり激アツなんじゃないかなと思いますね。クラブセレクションとかの能力値も見てみたいところでもありますし、あとはね、バイエルンを機にブンデスのチームもっとね、搭載してほしいなという感じもありましたけども、バイエルン収録ということで、二つ目のライセンスチームはバイエルンということになりました。はい、ということでですね、本日はバイエルンの紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。ということで、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。